聴者兄貴に謝罪します、神妙。昨日は3本しか動画を投稿することができず、大変申し訳ございませんでした。いや3本でも十分多い方だろ、いい加減にしろ、ちょっとは証拠を抑えろよ、と思う視聴者兄貴もいるかもしれません。しかし私は一番多い時で、1日10本ぐらい投稿するので、1日3本だとだいぶ少ない方です。1日3本というのは、証拠の怪物失格と言っても過言ではないレベルの恥ずべき失態です。すいません許してください。小林涼が何でもしますから。3月中はできるだけこのチャンネルに多くのリソースを割くつもりで2月から準備をしてきました。ただまあ無理はしないをモットーにしているので3月中でもあまり無理はしません。今後の投稿予定について少し話します。以前50本ある総集編を3月中に全て投稿予定と言いました。しかし2時間ぐらいの総集編も結構多いです。それを短期間に集中して投稿すると逆に再生数が伸びないということが判明しました。まあ普通に考えれば当たり前のことですよね。いくらこっちが大量の動画を投稿しても視聴者兄貴の時間は限られているわけですから、っていうか2時間の動画って映画と同じぐらいの尺の長さですからね。そんなに映画をポンポン何本も見られないのと同じです。なので2時間ぐらいの総集編に関しては無理に3月中に投稿ラッシュをかけず様子を見て適度に間を空けつつ投稿していきます。投稿がない日に総集編をポンと投稿するのもありかもしれませんね。そうすれば見るものがない人が見てくれるかも。てかこれだけの数の動画を投稿しているのに信じられないほど長い総集編がそれなりに再生されていることは本当にありがたいことです。忙しい中いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日は時間あるので10本ぐらい投稿するかも。最後までご視聴ありがとうございました。